どうもこんにちは、ミッドエース東京店の一郎です。ミッドエース東京店、斉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、もうちょっとずらっと並んでますけれども、並んでます。はい、明日の1月16日土曜日から一斉発売の超人気、はい、ダブレットさんについて今日はフォーカスしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、でもうね、もうすごい人気のブランドで、もう皆さんもムービーとかももう見てもらってると思います。はい、もう今回もね、すごいちょっと面白いダブレットらしいアイテムいっぱい揃ってるので、もう早速紹介していきたいと思います。はい、はい、で、まず1個目、じゃーん、こちらですね。じゃ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 ーん。はい、名前なんですか？グラデーションカオスエンブロイダリーコートですね。はい、はい、今回のこのね、やっぱりこうダブレットといえば、今回もう同色の色ですね。なんかはい、いつもカラフルな色が多いんで、同色の色を使ったり、このシルバーとちょっとやばくないですか？これやばいですか？ちょっとじゃあ一回すぐパッと着てみます。はい、着てみましたけど、はい、うわすごっ、やばいっすね。こんなスペーシーな、こんだけ光沢の、マジやからっすねこれ。これはナイロンの素材を使った、はい、ロングコートですね。で、確か多分カオスエンブロイダリーのシリーズでロングものって多分初めてだと思います。はい、で、もうこんだけインパクトなんかコレクションだって女性の方の、ね、モデルさんがこうね、あれしてましたよね、してもらってね。そうですよね、はい、この、はい、これすごい軽くてめっちゃ、あと、まあ、長さっすね、このね、バッとすごい、ちょっと長めですね。結構ね、ロングだけになってて、これ結構インパクトあるよ。で、これ着てみて分かるんですけど、この、まあ、後ろのこのバッと、ね、インパクトの出るあのエンブロイダリーもそうなんですけど、実はこれ、袖口も、はい、ここもエンブロイダリーここついてますね、カオスの。はい、で、いつもだと袖口ガーッと長さがあったんですけど、はい、今回この袖元だけっていう感じなので、うん、そうですね、なんかここら辺も多分なんかちょっとバランスを見てというか、多分ここまでいっちゃうとやべえっしょみたいな感じで、多分このポイントになってると思います。はい、でもなかなかね、もうベース自体はちょっとミリタリーの、はい、コートをベースに、ね、うん、してまして、ここにコードも入ってて、そうだね、ドローコードがね入ってるのを絞っていただいても使えるしみたいな、はい、結構ね、なんかスプリングコートっていいですよね、めちゃくちゃね、はい、ちょっと軽めで使える。そうだね、で結構これぐらいの薄さだったら、こう上からブルゾンとかでアウターとかも今だったらいけるだろうし、中もね、結構あれですね、結構着込めるんで、それこそニット着たりとか、もう即使えるアイテムで、これ多分、うちもスペシャルの、ね、アウターの中で一番スペシャルで撮ってますので、ここら辺多分、ちょっと並ばないかも、ぐらい並ばないことはないか、なくそうだね、速乾レベルのアイテムだと思います。プライスお願いします。これで8万9000円の商品。コートでこの値段帯だったら、まあ、安くはないと思います。9万ぐらいなんで安くはないけど、でもすごい価値のあるアイテムで、ね、はい。これはもうちょっとね、もう2000円テンション上げていく、今、ね、テンション上げる服必要ですから。はい、ここら辺に来ていただいて一押しですか。そうですね、これでリモートはリモートが必要なんで、それね、やばいね、最強じゃないですか。そういうことです。はい、で、はい、次いきます。はい、で続いて2個目はやっぱこのニットね。はい、出ましたね。どうも、はい、はい、じゃあこの名前お願いします。はい、ハンドニッティングジャガードクローバー、はいですね。もうこれももうダブレットさんのもう代名詞的な感じになってますよね。はい、前回とかちょっとヤンキーとか、モヒカンとか、ちょっとえぐみ系のある感じでしたけど、今回ちょっと全然可愛らしい感じね。色味もそうですね。そうね、ブラウン。ブラウン。で、これ後ろも、じゃーん、フォーエバーマイフレンドって書いてます。はい。映画のマイフレンドフォーエバーから多分たどってるかなと思います。で、これはもうあれですね、この反対の裏返しになってて、はい、でこれを、まあ、もうご存知の方も多いですけど、お願いしていただくと、こう、クマちゃんになるよと。耳をついてるんですね。そう、ちゃんと耳がついて、こうやってこうできるよっていう感じで、アップデートされてますね。そうですね、まだ
あの髪の毛のボタンも、そう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 、ちょっと今立体的なものがね多いですから、サプライズ感、そうで、こっちが表面でこう着れるような感じですけど、これあの裏返してもともと着ても可愛いです、あ、はい、っていう感じ、まあいろいろこうね A 面 B 面みたいな感じで、はい、使えるような、そういう作りになってますよね、そう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 、でね、まあやっぱニット、ここのダブレットさんすごい上手いので、はい、ここのブランドさんの、ね、このコットンのニットでかなり使いやすくて、春のニットもいいね、めちゃくちゃね、これあれですか、ちょっと秋冬よりも軽い感じですか、はい、そうですね、ウールの素材ではなくてもう全部コットンになってるので、結構多分4月5月とかまで全然いけるぐらいなんで、ね、秋冬よりもうちょっと重かったか、そうですね、まあちょっと軽く、ね、なってる気がされてる感じで、はい、はい、で続いて、はい、こちらですね、はい、これは？これがあのガオスエンブロイダリーコンフィーフーディー。コンフィーフーディー、はい。すごいっす、これ。これすごい。めちゃくちゃ柔らかいですね。すごい。あの、もともといつもあのジャージーとかね、トラックジャケットとかで多分やってるアイテムを今回、まあフーディー、ジップフーディーに落とし込んでるんですけど、やばいっすね、これ。この着心地やばいっすね、まずね。すごいっす。これなんか表面がちょっとコーデュロイの仕様になって、裏がちょっとベロア調のこの素材になってるんですけど、もう極上の着心地です。はい、これなんか最高のルームウェアなんですよね、これね。はい、最高ルームウェア。はい、井上さん曰くあのジェラートなんちゃらっていうあのブランドさんにこう寄せたっていう、あの最高、もう家でもステイホーム中でももう最高の着心地とテンション上げてくれみたいな感じで作ったアイテムらしいんですよね。はい、コラボじゃない、コラボではないです、コラボではないです、このね袖口も今回すごい、これあれじゃん、ハッピー系じゃん、そうです、すごいプレゼント感あれ、うん、あ、プレゼント、ギフトって書いてあって、はい、あ、クマちゃんと風船とか、あ、プレゼント、風船、はい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 、あ、なんかこうやっぱちょっとギフト寄りな感じですね、はい、でこれなんか胸周りに、これあの幸せの象徴と言われてる鳩が、白い鳩、白い鳩、あの平和の象徴ですね、はい、がまああれされてると、今回だからこうちょっと可愛い感じで、はい、これもあれですね、ルックだとあの、うん、女の子がそうですね、こちらに来てましたね、ショーツと一緒にね、そうそうそう、合わせてます、で一応ブラックと2色展開です、はい、でもなんかこの優しいキャメルいいね、キャメルなのかわかんない、ベージュっぽい、ベージュっぽい色ね、そうですね、いや、ホワイトの合わせとかでもいいですし、いやこれめっちゃ気持ちいいね、最高っす、はい、はい、で、出ました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 、ぬいぐるみシリーズね、ぬいぐるみシリーズね、前回僕あのパンのパペットのやつを、はい、買いましたけれども、まあ、チェックシャツですね、はい、これ今回もめちゃ最高ですね、これもね、はい、今回は、はい、ここにクマちゃんですね、これもね、前回と違ってもう、はい、密着的な感じなんですね、そうですね、あの指が入れれるとかではないです、もうクマがついてます、これは、はい、これはチェックシャツ with my friend っていう、マイフレンド、あ、ここはもう友達みたいな感じですね、友達前回とかだと、まあ、ウールの、まあ、綺麗なメズラのシャツだったけど、今回はあのちょっとテンセルフォンになってるので、すごいあのしっとりとした、まあ、肌触りもいい、まあ、これもなんかちょっと、リラックスして着れるよみたいな、そういう着心地っていう部分にすごいフォーカスを当ててまして、はい、あと色いいっすね、ね、色がいいよね、このさ、ブルーとこのグリーンのなんかこのいなたい感じというか、すごいアメリカのなんか田舎のね、ところでこう着てそうな、わかる、わかる、マイフレンドフォーエバーみたいな感じの、結構アメリカのアニメとか映画とか出てきそうな感じだよね、そう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 、の感じのこのチェックをこうわざわざ使ってるんだろうね、はい、この感じで、そう、ポケットもいい感じですね、なんか前回の形が違ったですね、こっちだけちょっとフラップで、こっちはもうこの下に普通にこうパッチポケットがついてるっていうような感じで、はい、でここにフォーエバーマイフレンドっていう風にこう刺繍も入ってます、でこれちなみに、はい、Tシャツもあります、はい、ポケット Tシャツこれもやばくないですか、かわいくないですか、このめちゃくちゃ女子受け良さそう。これ着てる男どう？いい感じ。いや可愛いと思いますよ。そうだよね。そういう目線で言ってるのが分かる。
そこのテディベアシリーズ、これも多分ね、まあ、前回のシャツもすごい人気なので、ここも結構一押しアイテムですね。はい、そうですね、これも動き早いと思います。はい、はい、はい、で続いてがこちらですね、あのメモリアルポラロイド風味、はい、ポラロイドシリーズ、いつだったっけな、なんかちょっと前ぐらいありましたね、絵があったんですけど、はい、あの時でも、ね、SS かその前の AW ぐらいですね。そう、そんな前じゃない、サプライズの時ですね、あの写真をこう撮る、はい、SS、 そうそうそう、でこれがまあやっぱ形で言うとね、もう本当一見ただの普通のフーディーかと思いきや、ここにいっぱいこうあるじゃないですか、ポラロイドが、はい、でこれが普通にこうすると真っ黒なんですけど、これを携帯のフラッシュでパシャって撮ると浮かび上がってくるんですよ。ちょっとやってみて、ちょっと、はい、ここを撮るんですか。そう、ここをフラッシュ変えてみて、で、おー、出ましたね、出ましたね、おー、そうそうそう、あ、はい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 、今回こんな柄ね、はいはい、どういう原理なのかわかんないけど、面白いよ ね、 すね、そう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 、遊び心ある。これもなんか本当前の時も一回しかやったことないけど、その時もすっごい人気があって、はい、あのすぐ速乾レベルだったんですけど、それのもうあれでしょうね、こう再販っていう、再販っていうか、まあアップデートして今ねあれなんで、多分これもなんか多分人気でそうかなっていうふうには思います。すごい発想ですね。ね、そうだね、こういうのやろうって思えるなんか思う、遊び心があるね、やっぱね、全然やらないですよ。そうだね、やらないよ。このド詰めのちょっと素材でやっぱ形もね、このちょっと肉厚だけど結構今回すごい軽さもあるんで、はい、すごい、そうですね、本気はもうリラックスっていうのに参考だって、そうだね、はい、ニューパーカーで、これもすごい、はい、おすすめでございます。はい、あとはなんか、はい、T シャツ系、そうね、あと T シャツ系もここら辺も、はい、いつもの僕の前回ありがとう買いましたけれども、はい、フリンジシリーズですね、はい、すごいですから今回、クリスマスって書いてますから、クリスマス、バースデーって書いてて、はい、全然あのあれですけど、季節感なさすぎて、ね、だけどちゃんと申し訳なさそうに It's not Christmas って書いてある、クリスマスではないよっていう風な、でもこのね柄が面白いじゃないですか、こういうさ、遊び心があるような、はい、絵柄に合わせた今回の刺繍になってる、そうですね、前回はあれだったじゃないですか、国の色にこっちの、そうだね、はい、そこにちゃんとこうプリントがこう入ってるので、はい、すごい面白いですね、はい、こんな感じになってます、はい、で、あともう一個ちょっとご紹介したいの、今回の小物シリーズですね、はい、はい、よろしくお願いします。すごい宇野さん、本当アホっすね、めっちゃ面白いです、めちゃくちゃ見えてますけど、はい、ずっと多分気になってた人は多かったですね、はい、まずこれ、ね、こうジャージャーンジャーン、あ、誰にプレゼントされるんですか、これはあのちょっとあれじゃないですか、こうバレンタインも兼ねてなのかわかんないけどこのバラですね、あのあバラ、はい、あこれバラなんですね、そうバラをこう型取ったで、ここの中が、ソックスにこれなってます、はい、でこれはもうこういう形で売り出してますので、あそうです、これはあれですよね、うん、ここはもう後から使うことはなくなるみたいなそうね、これなんかなかなかこうね、あれだよね、こうもったいなくてこう開封できなさそうな感じだけど、はい、一応こういうね、ソックスの面白いです、はい、そうですね、あ、みんな大好き、はいはい、もう某大手チェーン店のような、はい、このね、袋に入った紙袋に入ってます、で、これもこの中を開けますと、じゃじゃーん全然フライドポテト風のこれは5本指ソックスです、これも、はい、これ人気強そうですね、これ面白くない、これやばいでしょ、振り切ってる感がすごいですね、そうですね、ちゃんと紙袋に入れて、しかもこの多分紙の質感もこだわってますね、ちょっと本店に寄せたような、はい、コラボ商品、はい、でこういう形でこうあの丸めてこうやってするとあのフライドポテトっぽくあのまた負けますよみたいな、そういうハグテーマに変えていく、バラのタイプも裏に書いてありますよね、はい、の使い方みたいな、バラの仕方っていうの書いてあるので、あの使った後もまた戻ってますよっていう、あもう誰が戻すねん、心優しい感じですね、はい、何回もプレゼントできるみたいな、
とあとはじゃんこちらですね、はい、あ今流行りの、はい、今流行りかリバイズ的な感じの、はい、バックです。すごいよね、こんな本当面白くないですか。これ結構、はい、この商品見られてる方とかで問い合わせ多いんですよ。あ、本当ですか。意外と多いです、皆さん好きなんです。でもこのちっちゃいやつとかもすごい可愛くないですか。可愛い、はい、でここのこっちとかだと、ショルダーの形になってまして、はい、こういった形でミニバッグ、これ普通に可愛いと思うんだけど、いいですね。で最近このぐらいのサイズ感の方がいいですね。そうそうそう、あれで、まあ、中も開けていただくと、ちょっとね、ちゃんとこういうところにこだわって、めっちゃ凝ってますね。もう本家じゃないですか。ちゃんと白の生地にしてて、こうちゃんと保温性のあるやつですね。そう、保温性があるやつで、もうあれでしょうね、多分こう本家のバッグとかみたいな感じ、ちゃんとここ入り口がこう結構広くなってて、はい、こういう形になってます。逆になんでここまで詳しいんだって思いますかね。そう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 。なんかバイトやってたみたいなぐらい。実はウーバーイーツやってるみたいな。そう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 。のバッグもあります。これちっちゃい方が38,000円と、はい、大きいので、56,000円かな。はい。の認証。2タイプ一番やってます。もっと大きいやつもあったんですけど、うちはもうこのちっちゃいやつがやっぱあえて可愛いかなという感じで。いや、はい、いい感じだと思います。はい。はい。はい。いかがだったでしょうか。どう、斉田さん。前回ちょっと僕移動したての時ぐらいだったので、はい、店頭にほとんどなかった。あ、前回8月ぐらいですね。はいはい、もうすぐなくなってもう。そうだね、ラブレートって早いですよね。はい、だから今回もまためちゃくちゃ早いんじゃないかなって。そうだね、そうですね、今回もめっちゃもう面白いのいっぱいね、ラブレットらしいアイテムいっぱい揃ってますので、ぜひちょっと気になる方はもう早めに、まあ、店頭かな、もしくは、オンラインの方でも多分同時発売でやってますので、はいはい、一緒に合わせて見ていただけたらと思います。はい、まあ、あとなんか、まあ、足運びにくいと思うんで、もしなんかこう素材とか気になるのところがありましたら、はい、まあ、ご相談も全然。そうだね、コメントだったりとか、はい、店頭の方にもね、問い合わせしていただいて、はい、いただけたら嬉しいかなと思います。はい、とりあえず、まあ、毎回言うんですけど、はい、YouTube のチャンネル登録といいねは、はい、教えていただけしてくれてるだろ。あ、してくれてますからね。はい、なんか、まあ、はい、それも、まあ、今後ともよろしくお願いします。そうですね、はい、今後もまた上げていきたいと思います。はい、それでは今日もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。